の音何？びっくりした。大丈夫なの？で、エレベーター止まってる？2階と3階の間だ。え、地震？でも揺れてないしな。じゃあなんで止まったの？初めてだよ、エレベーターに閉じ込められるのは。あ、そういえばここを長押しすればエレベーターを管理してるところと話せるんだった。お願い、つながって。あ、すみません、エレベーターが途中で止まっちゃって。地震か何かあったんですか？怖いんでどうにかしてほしいんです。あ、はい。あ、そうなんですね。よかった。え、そんなに？でも仕方ないんですよね。わかりました、ありがとうございました。確認してもらったら安全装置の誤作動以外は異常なし、急に落ちたりとかもありえないからって言われて安心はしたけど、点検40分後に来るって。それまでずっと待たされてるのか。この密室の中で一人で。あっ、いたんですね。ごめんなさい、気がつかなくて。ってことは私の独り言ずっと聞かれてた？恥ずかしい。あ、管理会社との電話聞いてました？安全装置の誤作動で異常は何もありませんって。でも40分後に点検する人が来るからそれまで待ってなきゃいけないって。私たちついてないですね。でも一人ぼっちじゃないって分かって安心しました。ちょっと気持ちが楽になったな。何歳なんですか？あ、私よりちょっと上ですね。でも全然若く見えますね。話題がもうなくなっちゃった。あれ、なんかすごく疲れてません？はあ、お仕事大変なんですね。そんな疲れてる中こんなトラブルもあってさらに疲れちゃいますね。お気の毒です。あ、よかったらなんですけど、いきなりなんですけど、耳かきしてあげましょうか？お家のやつダメになっちゃったから、さっき新しいの買ってちょうど今持ってるんですよ。耳かきって気持ちいいじゃないですか。かなり疲れてるご様子ですので何かしてあげたいなーって思いまして。いえいえ、いいんですよ。こんなに滅多にないトラブルがあって、たまたま私たち二人だけが乗ってて、こうやってお話できるのも何かのご縁だと思うので。わかったら耳貸してくださいね。ちょっと床に寝るのは汚いですよね。ちょっとおかしいけど立ったままやるしかないですね。じゃあ失礼します。どうですか？良さそうですね。
気持ちいいんですか？教えてください。ほらほら、ちょっと待って、ゆっくりエレベーターが動いてる。2階で止まった。あ、管理会社の人ですか？いえいえ、仕方ないことなのでそんなに謝らないでください。はい、お願いします。やっと脱出できましたね。もっとしてほしかったですか？またエレベーターに二人っきりで閉じ込められたらね。じゃあ、お仕事頑張ってね。さよなら。